はい、と2021年4月25日ドラクエウォーク、4月27日でベホマラーの福引きが終了でございますということで、これで今回は30連引いていこうと思うんですけど、一応マイレージが溢れそうなので、とりあえず100枚だけ交換しまして、残りの200枚の方を交換するんですけど、現在がですね、こんなような感じで、なんか今音が途切れたな。鎧下だけないんですよ。これを狙いたいんですけど、すごい闇なんですよね。ベホマラーの名に本体の方、杖の方がないんだったら、まあ、最悪追い金じゃないけど、ジェム足して、ガチャ引いていこうかなと思ったんですけど、鎧下だけこれ狙ってってもね、ジェム使って引いても引ける保証がないんで、まあ、とりあえず、マイレージ分が、ゴルパスの方が、これで一応今回が最終なんですよ。確か。26日。そう、これで最終なんで、ここら辺の溜まっとるポイントをとりあえず変えて30に引いていきますと。鎧下だけ引くっていうのは難しいよね、なかなかね。一応なり、ジェム使ってきゃ、そのピックアップの確定じゃないけど、そこで引ける可能性っていうのはありますけど、天井ないとただ突っ込みにくいよね、これで。まあ、とりあえずこれで変えていきますということで。儚い夢と終わるのかどうのかというところで、一点狙いは結構難しいよな。でも引きに関してはこれ私、ベホマラ2本目あるから悪くはないんですけど、人間あかんよね、これ。よく出てくるよね。回復魔力だけ本当あれなんですよね。何武器だったら何当たってなくても別に持ってなくてもさ、落ち合うとかで、あ、他の人の動画見て、あ、すごいダメージ出る、いいよな、だけど、回復はなんかあれだね、一回手にしちゃうと追求したくなるんだよね。で、これ真珠とかじゃ追っかけれんすもんね。まあ、とりあえずこれで脳書きはいいんで、30連引いていきます。難しいね。確率的にかなりあれだもんね、本当に。まあ、とりあえず行きましょうということで。今までがまあまあ引いたから、それは高望みしすぎかなっていうところあるんですけどね。さて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 。虹が出てそっからだもんね。お、そっからっすもんね。虹が出るだけでももうあれなんだよ。今のだけでも別に引きはいいんだよね。あれが、たとえ何、害か二つでもさ、うん。雷神とかシャコンでもさ、雷神とかやさしくも私とつってないで欲しいよ。あ、ユグラッシュでも別に悪くはないんですけど。さてとさてと、無欲でいきますよ。いや、いいよね。いや、いいんだよね、これ。悪くはないんですけど。ないんですけど。悪くはないんですよ。悪くはないんですけど。難しいな、なかなかやっぱそこの一定狙いはな。クリスタルクローがこれで、4凸が完了して2本目いけるとこかな。悪くはないんすけど、ね、なんか未練がましくお前あれだな、銀箱でも引いとるな。悪くはないんすけど、まあ、とりあえずあと20連いきましょう。いいと思うよ、引きは。ただ、個人の好みのやつがあるかないかっていうとこで。難しいね、ほんとね。手順割りはね、逆にあれなんだね、これ。ジェムとか使って引いていく人、課金して引いていく人って、天井が逆にうざっこいっていうところあるでしょね。まあ、とりあえずこれ飛ばして、そうはあれだね、虹は電話ね。そうは電話ね。ただ演出的に最後の10連のところで一応ね、外貨でもいいから虹が出るとね、動画的にはね、演出的にいいかなと思うんですけど。て、お前だな。なんかあれだな。よく書いたこと言っとるな。無欲でいかなかんぞ。無欲、無欲って言ってお前、ピカピカして欲出しとるだろう。まあ、最後の方にいいとこ出たね。はてと、儚い夢で終わるかどうか。難しいよな。杖引く方がなんか確率的にいけそうな感じだけど、そんなことはないか。一点は難しいね、これね。まあ、偏りはでもあるでしょうね、確率的にこれで。頭だけ出ちゃうとかさ、鎧だけ出んとかさ、そこら辺はあるだろうね、これはね。ただ武器に関してはピックアップがあるんだけど、っていうところで、さてということでどうでしょうか、ドン。さてと、悪くはない。悪くはない。悪くはないです。ライジンも、これとつります。クリスラグもとつりますけど、引きはいいんすよね。これね。いや、真面目に。いいんすよ。分かっとんすよ。いいと思うんすよ、これ。ということで、まぁ、こんな感じでございました。儚い夢で終わりましたということで。これが仮にさ、未練がましくさ、ここ何、引かないですけど、ここの、20連か、あ、200連か、ピックアップ確定とかいろいろありますか。ここでなんか選択できる権利がさ、例えばここの、今ここやりますか、これこれ、ここら辺の150連ぐらいか。ここら辺で、例えばここ引いた時に、武器以外の何かを選択できるっていう権利。だったら引いたかな。あ、それだと逆にみんなが引かんか、武器欲しいから。防具が欲しいっていう人おらんよね。あ、そうか。じゃあ、ここを、200連のところを4つの中からどれか
頭からその鎧下から選べるっていう権利とかだったら狙ったかな、追い金もしたかな、かな。まあとりあえずこれ儚い夢で終わりましたということで、今後の2周年とかでこれのなんか復刻とかこんかな、 SP なしで早いか、それは早いか。でも6ヶ月だったら9月とか、今4月5ヶ月かどうかな、そこで抱き合わせでもいいからっていう、そこであれか、儚い夢を追っかけていくか、その頃にはまたあれか、新しい武器が回復が出とるか、そんなことはないよな。まあ、とりあえず一応儚い夢には終わりましたけど、まあ一応運は良かったということで、まあ、とりあえずそんな感じで、泣いとるわけじゃないですよ。ちょっと鼻出そうになったけど、まあね、儚い夢で終わりましたということで。はい、ということで、そんな感じで終わり。